はい、こんにちは。最重要な歳でようこそ。ギタリスト、シンガーソングライターの竹下聡でございます。本日のサウンドチェックはこちら。はい、ズーム社提供、ズーム G2Y の53番のプリセットです。BG リートですね。はい、ちなみに、ズーム G2YNU はこんな感じです。はい、若干大きいですけどね、今のマルチエフェクターかなりコンパクトなんですが、その中では、まあ、中間の大きさですかね、あまり大きいものを購入されてもですね、実際その使うかっていうとあんまり使うものでもないので、今時はね、昔あのボスのフット式のね、こうペダルのあのエフェクターとか使ったんですね。今はもう時代が進歩してまして、もうほぼこういったサンプラー的な、ね、マルチエフェクターが主流でございます。ちなみに私はステージではほぼ使いません。まあ、PA さんの方がね、バシッてやると、全部コントロールしてくれる、そういう時代ですよね。すごい時代になりました。はい、ギターを手にしたらね、スケール練習です。まずは、6弦3フレットから、始めましょう。これ中指で押さえるとよろしいですね。行ってみましょう。はい、このスケール練習なんですが、途中調のスケール練習なんですが、このように習う方多いんですね。これ間違いではないんですが、基本的にはこういうふうに教える方多いと思うんですが、私はこのように、学んでいただいております。中指に入れ替えます。なぜ中指に入れ替えるかというと、全く同じ運指で2オクターブ奏でられます。同じ音を奏でるのであれば、合理的な音指の方がいいですね。はい、例えばここで小指で終わってしまった場合、次にどう動いたらいいかというと、こうなってしまうんですね。これフレーズに連続性がなくなってしまうわけです。なので、先に、次に出す音を予想して、運指を考えていく。これ非常に重要なことです。となります。はい、こっちの方が楽です。はい、で、ピックの持ち方なんですが、非常に重要です。人差し指の上に軽く乗せてあげましょう。そして親指で優しく包み込んであげます。ピックの先端なんですが、約8ミリから10ミリ8ミリから10ミリですねぐらい出すと、ちょうどよろしいかと思います。あとですね、昔ボールペン回してやりました。こうくるくるくるって、あれと同じで、ピックをギュッと持たない、癖。例えば電車の中の場でね、こう、くる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 って、こう、ピックを回す。こう、逆回転とかね。こういう練習をしておくと、ピックをギュッて持たない癖がつきます。はい。ピック強く持ってね、あまりいいことないんですね。疲れるだけなんで、なるべく疲れないように、ギター弾きましょう。はい。健康第一なんで。そして、単純なコードなんですが、Em、こちらの循環コードを、クソ真面目に弾きましょう。タイムズマネー、時は金なりなんで、一生懸命練習して、そして休みましょう。いってみましょう。ワン、ツー、ワン。
があります。はい。これの発展形として543弦を使ったアルペジオ、こちらを学んでいきましょう。となります、この場合ですね、一番弾くのが難しいのは3弦の開放ですね、5、4弦は押さえているのでコントロールができるんですが、3弦に関しては開放になってしまうので3弦の音が間抜けになってしまうことが多いです、なので開放弦を弾くときはですね、細心の注意を払って優しく弾いてあげましょう。全体の音が均一になるように、なるべく、注意をしながら弾かれるとよろしいかと思います。そして次に、4、3、2弦のアルペジオ、こちらにトライしていきましょう。先ほどは5弦から始まりましたが、今度は4弦からです。あります、こういったですね、ダウンダウンアップダウンダウンアップのピッキングを練習していると、こういうフレーズが弾けるようになります。日本のアースシーカーというね、バンドがありまして、そこの、名曲ですね、モアという、楽曲のイントロ、こちらがですね、日本の雅楽を思わせる非常に美しいフレーズです。シャラさんはなぜかこういうポーズを取るんですが、未だになぜそういうポーズを取るのかよくわからないですが、かっこいいです、はい、あのヘビーメタルバンドでありながらすごくジェントルなんですね。かっこいいなと思いますね。というわけで、次には、ギターソロが弾きたくなると思うんですが、あまり意味ありません、はい、基本的にギターという楽器は伴奏楽器なので、ギターソロには残念ながらあまり意味がないです。ですがやっぱりね、ギタリストとしてはギターソロいいですね。学んでいきましょう、ぜひ。ファイナルカウントダウンという楽器がございまして、これがですね、開放弦を含まないために全く同じ分子で、水平移動することで、超快でもね、使えるんです、まあ、どのキーでも使える、これ非常に便利なんですね。ではゆっくり丁寧に学んでいきましょう。
も先日ですね、あんまりチョーキングしないとか、チョーキングが嫌いだと言ったんですが、実際結構チョーキングしてますね。はい、で、あのチョーキングなんですが、タイミングとピッチマン程度です。こう上げますね。はい。最初はですね、チョーキング音痴になっちゃうと思うんです。これ全然構わないです。例えば、こうなるとなんかすごくチョーキング音痴じゃないですか。なのでそのピッチまで素早く確実に上げることです。はい。これはですね、やってるうちにできるようになります。はい。で、ある程度はですね、握力です。はい。なんですが、基本的に握力必要なんですが、じゃその全部力技かっていうとそうではないです。フレットというここに打たれてる、まあ、棒があるんですね。で、これがですね、チョーキングしてるうちに、弦とこう、当たってね、スベスベになってくるんですよ。なので、例えばこう、いうことを繰り返しているうちに、そのフレットの表面がピカピカになってくるんですね。なので、繰り返しチョーキングしているとチョーキングがうまくできるようになる。何事やってるうちにできるようになるもんです。はい。そして非常に重要なことなんですが、ギターを奏でる上で重要なのは運指ですね。こちらの左手、バタバタとしないことですね。オーバーアクションになってしまうと、みっともないんで、なるべくコンパクトな運指、あまり指が動いていないように見えるような、そういった運指が美しいですね。課題曲指でして、リンゴ山の娘、ね、広島モナムールを簡単にしたものです、ね。練習すればダレンと弾きます。行きましょう。80年代のモデルと思われます。はい。こちらのテロップが出ます。はい。現在私はですね、横浜にございます、シアミジック横浜校で、エレキギターとアコースティギターをね、交渉させていただいております。ありがとうございます。シアミジックではですね、30分間の無料体験レッスンというものを用意したいと思います。はい。ぜひ、結構ですね、YouTube のチャンネル登録者数も増えて、興味を持ってくださる方が増えたんでね、なかなか自己流でそのギターが上達しないんだけどみたいなことあると思うんですね。ぜひシアミュージックにご相談くださいませ。で、日程の調整とかから入ると思うんですが、ご自身がそのどうなりたいかですよね。例えばその社会人で高校生の頃にギターを弾いてたんだけど、まあそれからね、まあ例えば大学進学などあって、まあしばらく離れてしまったと。で、まあ社会人になってね、時間もある程度、自由になる時間ができたんで、じゃあちょっとまあギターでも弾いてみようかっていう気持ちになった時ね、ぜひそれがチャンスです。そう思った時がチャンスなのでね、お気軽にご相談くださいませ。そしてその場になってその何がしたいかとかね、週にどれぐらい練習ができるかとかね、そういったことをすぐにこう即答できる人って少ないと思うんです。なのでその、無料体験レッスンの当日までにね、
紙に書いてみるといいと思います。まあ、スマートフォンのメモ帳でも結構ですけどね。あの、実際にその自分でこう、何が目的なのか、どれぐらいの予算が使えるのか、どれぐらいの時間が使えるのか、まあ、時間が一番重要ですかね。そういったことをこう自分でこう考えてみて、で、まとめてみて、で、それをですね、受付に専門のスタッフがおりますので、受付の専門スタッフに、その話をしていただいて、はい、そうするとですね、まあ、こう、その人が何をしたいか情報みたいなものが出来上がるんですね。それを私たちが拝見して、あ、こういう状況であれば、じゃあ、こういった練習から始めましょうとかね、こういう楽曲が弾きたいんであれば、こういうことから練習し始めましょうとかね、そういった、アドバイスをさせていただきます。はい、で、実際にレッスンを受けてみるとですね、結構楽しいと思うんですよ。これがね、まあ、YouTube 見てこういろいろこう情報を得るのは結構なんですが、何でしょうね、その目の前でその講師と一対一でね、いや、ここがわからないんですけどっていうことをこう対面で話をしながらね、やっぱりこう進めるっていうのはね、こう全然効率が違うんですよね。ね、なかなかそのYouTube 上だとこう当たり障りのないことしか言えないっていうかね。まあ、そのいろんな契約ごとあるんでね、まあ、そのギターメーカーとかね。いろいろあるんで、まあ、あれがいいですよ、これがいいですよみたいなことは言えないんですよね。で、基本的に今その日本国内で売られてる楽器でですね、これはダメだなっていうものはまずないんですよね。どれを買っても、まずひどい目に遭うことはないです。はい。ただギターを買って1年目からそのギターが、まあ、いわゆるその、チューニングね、その、開放弦と12フレットのピッチがこう合ってるわけで、チューニングと呼ぶんですが、これが合ってないとですね、全体の響きとして気持ち悪くなるんですね。で、なのでこれがすぐに合うかというとですね、これ合わないんです。はい。ギターさんはだいたいですね、10年ぐらい経ってやっと、なんとかなるかなぐらいですね。はい、ゼロチャイの赤ちゃんにね、そのパーフェクトピッチで何かやれって言うと無理な話で。10歳になって、やっと小学校ぐらいなんでね、その長い目で見てあげてください。はい、そういったことも含めてね、ギターのメンテナンスであるとか、なんだかわかんないけど、こう、ガリノイズが出るとかね、まあ、アナログの抵抗なんで、まあ仕方がないんですけど、まあ、グリグリやってれば、ガリノイズもなくなるもんですよ。いっぱいこう、ボリュームをクククククって動かしてみて。それでも治んなかったら、もう、たかだか抵抗なんで、交換すればいいだけのことになる。はい。そういった、まあ、ちっちゃいんだけど重要なこと、そういったご相談にも乗らせていただきますので、ぜひ、横浜シアミュージックにお任せくださいませ。ボーカル、ドラム、ピアノ、ベース、話し方、DTM、どの講師もですね、非常に優秀な講師が揃っておりますので、って思わないと在籍してられないですよ。自分の学校に誇りを持っております。ぜひ横浜シアミュージックにまずはフリーであれでお電話くださいませ。それでは、ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦郎をお送りいたしました。 See you next time です。横浜シアミュージックでお会いいたしましょう。